はい、どうも、久しぶりのぬこぬこぬこです。58かな。はい、お盆の中のお盆の2匹です。エミさんとサムくんですね。こんにちは。お元気ですか。なんだろうね、この人たち。おい、溶けてるな。夏場の二人は大変だね。これがロッサム、サムで、これがエミ。さっきまで泣いてたけど溶けちゃいましたね。はあ、夏ですね。はい、蹴りました。尻尾がプルンプルンしましたね。ペラペラしたりしました。サム君はお腹を上に向けていきますね。顔を上に向けていきますね。エミちゃんはなんか哲学的なお顔をしつつ何かを考えているようです。あ、夏は大変ですね。なんでこんな大変でしょうな。まあともかくエミさんですね。エミさんとサムがこんなところにいてさ、で外はセミが元気に鳴いております。もうすぐ彼らが地上に落下して、つくつく帽子さんが現れるんですかね。そうなると、これ乱れ飛ぶ時期が来るんですよね。はい、エミさんたちは、エミさんがニャーと鳴いてますね。寒くぼーっとしてますが。まあ、ともかく、夏ですな。風が流れるところで伸びていますな。久々のぬこぬこぬこですね。まあともかくぬこぬこぬこです。はい、3分間ぐらい寝ましたね。はい、今回はこれで終了いたしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。